石垣池公園は、三重県鈴鹿市桜島町にある運動公園。すべての施設が竣工したのは1986年3月で、野球場、AGF 鈴鹿陸上競技場、市民プールが存在する。石垣池公園野球場は1977年9月に竣工した。両翼91.3メートル、センター118.1メートルであり、 夜間照明施設が設置されている。石垣池公園陸上競技場は1981年3月に、竣工した日本陸上競技連盟第3種公認陸上競技場。全天候補装の400メートルトラック8コース、全天候補装の跳躍競技施設を有する。フィールド内は天然芝で、球技場として、サッカーやラグビーなどができる。JFL。 鈴鹿ポイントゲッターズが練習場と公式戦会場として使用している。2016年4月1日より味の素ゼネラルフーズの子会社 AGF 鈴鹿が命名権を取得し AGF 鈴鹿陸上競技場となった。契約期間は2022年までの6年間。2016年4月8日に2016年度の第1回鈴鹿式録会の中で オープニングセレモニーが行われた。また、参加者全員に AGF より記念品が授与された。2017年10月より競技場老朽化による、走路の全面改修工事が行われ、2018年4月1日にリニューアルオープンした。この改修により、三重県で初のブルータータンの陸上競技場となった。 石垣池公園市民プールは1982年7月に竣工した日本水泳連盟公認の50メートルプールである。2021年4月2日、施設の老朽化及び改修費、維持費などの財政面から廃止を決定した。ありがとうございます。